皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。皆さんもう手に取っていただけましたでしょうか。こちら10月18日に発売となりました、成沢博之の星空撮影塾決定版、こちらが発売となりました。わー、ありがとうございます。今日の動画、この書籍の解説をしたいと思います。3年前にこれ作ったんですよね。成沢博之の星空撮影塾っていう本を作りました。でこの本はですね、もう今在庫がなくなってしまって、タブレット、電子書籍かだけで販売されているものなんですけども、この実物の本のやつはもうね、在庫なくなっちゃったんですよ。まあそのぐらい、人気のある書籍になってくれてすごく嬉しいんですけども、最近ね、カメラが良くなって星が気軽に撮れるようになったので、一般のカメラユーザーというか初心者の方が星を撮りたいとなった時にどういう知識が必要なのかっていうのを、まあこういうふうにまとめた本だったんですよね。いろいろ評価もいただいてですね、Amazon レビューとかでもすごいレビュー件数がついてて、とっても人気があったみたいで、中ではですね、これが初心者目線よりすぎるというような意見もあって、もっとレベルの高い内容のものが欲しいという意見をいただいてました。やっぱ3年経つとだんだんこう乗ってる機材とかが古くなるもんですから、更新が必要ですよねと。この本はですね、この本を読んでいただきたいユーザーっていうのは初心者、中級者、上級者の下って言ったらちょっとおかしいですけど、そのぐらい幅広く読んでいただける本になってると思います。でですね、前作の星空撮影塾から見て変わったところをちょっと解説したいんですけど、この本は星景写真、天体写真、タイムラプスというその3つの観点から、星空撮影を語っています。で、星景写真の分野については基本的な撮影方法っていうのは変わってはいないんですけども、ソフトウェアの進化が結構目立つなというのがあります。カメラでの力だけでは補いきれないものをソフトウェアの力を使って補う、画像処理の力を使って補うっていうことが、この3年ですごく発展したのかなという感じがします。そういうところがメインで語られているような感じがありますかね。あと私自身が、成長、3年前から比べて成長しているっていうのもあって、フィルターワークですね。日本ってすごい明るい国なので、どうしてもそのフィルターワークっていうのが欠かせないというかね、あると便利なものになってきてるのは間違いないんですけども、そのフィルターワークについても書いてあります。こんなフィルターがありますよって。例えば光害カットフィルターっていうと、広角レンズで使える色ガラスタイプのフィルターか、望遠レンズ専用の干渉系フィルターかっていうので、光害カットフィルターっていうのも2つあるんですよ。そういうところが書いてあったりとか、でもちろんですね、初心者向けの撮影のノウハウっていうのも触れています。で、私があんまりこう喋る機会がなかった、こういうことを気をつけて撮影してますよというようなお話とかも入れてますし、おすすめソフト、アプリについても掲載しています。そんなところかな。っていうのが星景写真編になります。最近 SNS 関連で星空の画像を見る機会が増えたんですけど、この人これどうやって撮ってんだろうって思う画像って結構あると思うんですよ。そういうのが多分この本を見ると分かるんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう2つ目が天体写真ですね。天体写真の分野に関しては、そのままカメラ、そのまま一眼カメラを持ってそのまま天体写真に行く場合もあれば、 CMOS カメラっていうね、天体写真専用のカメラっていうのが存在するんですけども、それについて紹介していたりとか、あとは機材ですよね。機材と基本的なその天体写真の撮影方法、それから専門用語といったところにもろもろ触れている感じですね。で、天体写真はですね、やっぱりこう難しいことが多くて、
それこそネットでいろいろね、天体写真の情報とか星空の撮影情報をこう調べることができたとしても、やっぱりそれってこう細切れっていうかピンポイントで見ることが多くて、一からずらーっとね説明してるものってなかなかないと思うんですよ。だからこうすごい参考になる、例えば私とかが見てうわーこのブログめっちゃ参考になるわって思っても、それで初心者の人が同じように感じるかというとそうじゃないんですよね。やっぱりなんか難しいこと書いてるなとか、あとわからない単語が多いなっていうのはすごく多いんじゃないかなと思います。でこの本の天体写真編の部分を見ていただくと、多分そういった、ちょっとね難解というか上級者向けのブログの内容とか情報とか、まあ、そういうのが理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりねお客さんから言われたんですよね。先生かどういうサイト参考にしてるんですかみたいなこと言われて、例えば画像処理参考にしてるサイトとかさ、まあ、そういうのをこう教えてあげると、教えてもらった方がいいけど見たけど全然分かんなかったわっていうことが結構ね言われることが多かったんですよ。やっぱそこはなんていうかハードルがねあるんだなっていうふうに思ってたので、そういうのをクリアするものになればいいなというふうに思いました。で最後タイムラプス編なんですけど、タイムラプスはですね実はページ数をだいぶ削りました。というのも、まあ、星空というピンポイントの撮影方法なので、実はねそんなに、まあ、成形写真を撮ることができればタイムラプスへの発展ってそんなにハードル高くないんですよ。でしかも私タイムラプス専用のねこういう本出してるんですよね。タイムラプス撮影の教科書という、これはもうタイムラプス撮影全般ですね。もう昼も夜も関係なく、タイムラプス撮影いろいろなことをこうソフトの使い方とか、機材の使い方とか、注意点とかね、もう結構分厚い本なんですけど、こういうのがあるんですよ。なのでタイムラプスについてもっと深く知りたいな、もっとページ数が欲しかったなっていう方はこっちぜひ見てみてください。こっちもねもう入魂の一冊です。すごくよくできてる本なので、こっちをぜひ見てみてください。なのでこっちの本のタイムラプスはちょっと削られてます。星空っていうところに関わるものだけ入れてあります。まあと言いますのもやっぱりページ数に制限があって、この辺はねすごい葛藤があったんですけど、やっぱね入れたい内容があるんだけどページ数が足りない、いろいろ説明しようとするんだけどテキストが多くなっちゃって画像がちっちゃくなるとかね、その辺のこうなんかバランス修正がすごい、なんか編集担当の方も苦労させてしまった感じがありまして、で結構ね内容的には削った部分の方多いです。ページ数は正直足りませんでしたね。もっとあればもっといろいろ改正できたかなというふうに思うんですけど、まあそれはねでもね言ってもしょうがないかなと思うんですよね。ボリュームが多ければいいのかっていうと、まあ、決してそうではないと思いますんで、まあ、そういうのは、まあ、今こう見ていただいている私の YouTube チャンネルでどん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 保管していくような感じになればいいかなと考えているんですが、まあ何にせよ、その削いで削いでブラッシュアップして結局こういろいろまとまったのがねこの本になります。で今も発売されててこう SNS 上でこれ買いましたってね投稿してくださる方たくさんいらっしゃって、で私もすごいこれね内容凝縮させたもんですから、果たしてこれが受け入れられるのかどうかっていうのはすごく不安だったんですね。初心者が見るには難しい、中上級者が見るには物足りない、そんな本になっちゃったらどうしようと思ってたんですよ。自分自身としてはそういうのは全部網羅してるつもりなんですけども、実際まあ手に取った人の評価っていうのはねすごく怖いなと思ってたんですけども、まあなんとかおかげさまで、まあこれはすごいと、この本はいいぞというふうに評価をいただいて、まあ初級者の方からも上級者の方からもそういった評価をいただけたので、まあ今はね胸張って進めていいんだなっていうふうな気持ちになっています。まあね、内容を見てみると本当にその細かいところまでよくまとまってるなというか、実はこれ本に掲載されている画像作例はもちろんなんですけど、商品画像とかも基本的に9割方全部自分で撮ったんですよ。大変だった。だから私の YouTube の更新が1ヶ月止まるぐらい大変だったんですけど、でそのぐらい私のエッセンスっていうのがまあ含まれていて、で言わなきゃいけない、この本を作るにあたっていろんな方のご協力をいただきました。
まあ私もこう例えば知ってはいる機材、知ってはいる撮影方法だけどそれやったことないし機材も持ってないもんなみたいな、そういう時、そういうのがあったんですよね。ご協力いただきましてなんとか作ることができました。入魂の一冊でございます。本当に大変だった。いや前の本も大変だったけど今回の本は本当大変で、ただその分自分の考えてることとかやりたいことっていうのはまあ基本的にはほぼ、実現できたのかなっていう書籍になっていますので、ぜひですね、まあ、星の写真に興味のある方、こちらの本をですね手に取っていただければなと思います。で内容がですね本当にこう多岐にわたるというか、内容が本当にその初心者向けのものから中上級者の向けのものまで、画像処理もですね、まあ、一部にはなりますけども、あこんなやり方あるんだみたいなのも載せてるんですね。こうユーザーが、まあ、手に取った読者の方が自分の成長に合わせて読むたびにこう新しい発見があるというか、あこれこの間体験したなとか、あれこれこの間間違って失敗したけどこれやればうまくいくのかなとか、そういうなんていうんですかね、こうこの本に戻るっては撮影して戻っては撮影してみたいな繰り返しでこう成長していくステップアップの材料になるような本になるのかなというふうには考えてます。なので一回読んで終わりじゃなくてね、こう何度も何度も読み解いていただいて、役立てていただければなと。でそれでもしわからないことがあれば、私毎週1回ですねライブ配信をやってるんですよ。なのでそのライブ配信で、まあ、ここに書いてあったこのことですけどみたいなことで質問いただければ、まあ、もしかしたら、ね、わかんないこともあるかもしれないんですけども、そういうのもですね含めて質疑応答の場としてライブ配信を活用してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。というわけで今日の動画はこの星空撮影塾決定版の紹介でございました。タイムラプスの部分はこっちのタイムラプス撮影の教科書をぜひご活用ください。で2つとも概要欄にリンクを貼っておきますんで、はい、あと最後にそうだ、買った方もし気に入っていただけたらですね、ぜひともですねレビューを書いていただけると嬉しいんですね。Amazon レビューとかさ、そういったレビューが増えるとやっぱり本の売り上げも良くなるので、多分この本もね3年ぐらいしたら遅もうなんか時代遅れになると思うんですよ。でその時にまた作るってなった時に、まあ、自分のねその実績というかが次本をこの人に作らせるべきかどうかみたいな議論になると思うので、ぜひレビューを書いていただけると、そういった私の活動の後押しになりますので、大変ありがたいなという感じなんですよね。なのでご協力をよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけ。